皆さん見えますでしょうか。なんと雪です。本日はですね、11月29日、関越道の赤城高原パーキングですね。先ほどから降雪が始まりまして、しかも結構、まあ、ベチャベチャな雪ですけども、大粒の雪が降ってます。トラックの荷台はこんな感じで雪が積もっています。あぶねー、スタッドレス履き替えてきて本当よかった、ラッキー。今週末は雪国へ向かうぜ。 Here we go。 タイヤチェックやってます。Here we go。 11月30日でこの積雪やばいね。大寒波が来てるらしいです。いや、もうこれ除雪車が入らないってやばいレベルの積もり方になってきました。関越トンネルちょっと手前ですね、谷川岳なんで結構吹雪いてきてます。今日まだ11月30日だよ。予想以上の大雪で、もう完全にスタッドレス履いてない車、マジやばいっす。はい、時刻は2時です。長岡に到着しました。お疲れちゃーん。どこに到着したかっていうと、長岡の妻の実家ね、おじいちゃん家に到着してるんですが、チビたちがね、完全に後ろで熟睡してしまったので、なんと実家に着いたのに車中泊しちゃおうかと思います。お疲れちゃーん。グナイ。おはようございます。まさかおじいちゃん家の目の前で車中泊ですけども、もう目が覚めたら俺一人でした。子供たちはおじいちゃん家に行っちゃってます。いやー、なかなかの大雪の中のドライブ、どうやら相当疲れてたみたいです。さあ、今日も一日張り切っていきましょう。さあ、またまた高速道路に乗ってます。今度はですね、今から湯沢に向かっております。越後湯沢です。今日おじいちゃん家で家財道具ですね、布団だとか、それからテレビだとか持っていけるものを今うちのエースケに詰め込みまして、これからマンションの正式契約に行くんだ。ヘビが、ワクワクが止まんねえぜこれ。おい、言ってくねだ、言ってくね。さあ、ついに来たぞ、ユーザーは。さあ、到着しました、ひまわり不動産。ここで契約をしていきたいと思うぞ。よーし、行ってみましょう。じゃがじゃーん。マンション側に提出する資料なんですけど、オーナー様はもう情報書いてますので、はい、お渡しする限りまでルームキー2本ですね。はい、この大きいやつです、うん。順調順調。あ、どうぞ。ガス今日来るの？はい、来ます。4時半に業者が来ますので、ちょっとお部屋で待っていていただけますか？うん、わかりました。電気は？電気はもう取ってます。なるほど。それは、今月からの契約っていう？今日からです、ね、今日からで、はい、うーん、以上になりますか？はい、不明点ありますか？大丈夫です。多分不明点は後から出てくる。そうですよね、わかんないですね。あの契約書は2枚持ってきてくださったので、ね、1枚はお渡しします。あ、わかりました。ありがとうございます。さあ、私の方からは、はい、契約の内容の簡単なご説明をさせていただきます、ね。はい、11月28日からスタートして、来年の3月31日までできるのはここで終わりますっていう、そういうあの内容です、ね。はい、どうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。よっしゃ、これで正式契約完了。完了、完了です。完了。イエーイ。僕らあれですか、湯沢、はい、通って20年なんですよ。あ、そうなんですか。うん、もうずっと神楽ばっかりで遊んでたんで、はいはい、本当にまさかここについに拠点を構えることになるとは、はい、あ、そうなんですか。20年越しの夢が、ね、ついに、しかも家族で叶えっていう、はい、以上ですか。以上です。じゃあ行っていいですね、はい、ついに。以上です。はい、行きましょうか。じゃあ、次さあれ、もう一個持った？ん？鍵？今俺持ったっけ？だって2個預かってるな。え？今？あ、ここに。ああ、部屋の鍵ゲット。それからもよろしくお願いいたします。
ヤッホー部屋に行くぞ。新しい部屋の鍵はこいつだ。ティリー、これより私たちの新しいお部屋に向かいたいと思います。いいですか？うん、では行くぞ。 Here we go。 Here we go。 この今正面に見えるリゾマンエリア、このエリアの一角に今回私たちが契約したマンションがあります。ついに私たちはこのエリアに住むことになります。こんにちは。今日からこちらに入居することになりました。あ、そうなんですか。はい、春までなんですけど、お世話になりますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうぞ、ご言ってください。ありがとうございます。はい、ロビーはクリスマス仕様になっております。こんなところです。広い。ここで仕事をしてもいいね。え、見て。ディリー、気をつけろ、クマが出るぞ。小鳥、オープンザドア、カモン、レッツゴー。さあ、これが俺たちの部屋だ。ヤッホー。そして窓から見える景色はスキー場。私たちの城が俺たちの新しい拠点だ。ヤッホー。さあ、一通り部屋のセットアップが完了しましたので、ぐるーっとご覧いただきたいと思います。私たちが今回住む部屋はこんな感じです。ティリーン。なんとこのこたつ、豊かな愛と豊富な財力を持つおじいちゃまが買ってくれました。さあ、そしてこのリビングとつながっています。こちらが、我々のメイン寝室ですね。まあ十分な広さがあります。これがですね、私たちの今回、借りた部屋ですね。ちょっと逆サイから見てみましょうか。こんな感じで奥行きがあります。8畳の寝室と、それから同じく8畳の、なんだ、ダイニングキッチンか。ダイニングキッチンはあんまなんでもいいや。そして、こちらの部屋、行ってみましょう。指を。やったー。めっちゃ暗いー暗いんですけども、こちらもね、6畳半のですね、和室となってまして、一応こちら、友達とかね、お客さんが泊まりに来た時、泊まってもらう部屋にもなりますし、基本的には、我々、おじいちゃんおばあちゃんとね、同居しようと思ってます。一緒にね、住もうかなと思ってますので、じいちゃんおばあちゃんたちの寝室として使ってもらえればと。さあ、そのような感じで天然パーマ2拠点生活デュアルライフ、この部屋で始まります。これからの私たちの湯沢町生活にこう期待。湯沢の、温泉街歩いております。よし、到着したぞ。今日はここ、じゃん、人参。入ってみましょう。Here we go。 お店すごい綺麗な蓋もしたくて、そうだよね、前と違う感じがする。ついに来たぞ、特大ロースカツ。ディリン、めちゃめちゃうまそうだ、これ。いただきます。いただきます。いや、そうそうそう。ごちそうさまでした。とんかつしかありませんめっちゃうまかったし、めっちゃ腹いっぱいだ。ごちそうさまでした。おい、みんな、俺のおごりだ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あと15分後に起こしてください。いつも通り。さあ、外の景色を見てみましょう。すごい雪景色。天気最高。
すごい、もう滑れそう。スキー場。おはようございまーす。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、おはようございまーす。見て、すごいよ、この景色。毎日これが見れるんだよ、今度から。最高だね。区域外修学届け、こちらを、この湯沢町の教育委員会に提出して、受理いただき、協議してもらい、私たちはこの小学校に通わせてもらうことができます。それでは行ってみましょう。さあ、母ちゃん、はい、ポストインしてくれ。はい、よろしくお願いします。てってれー。これで正式に君たちがこの小学校で学びを得られるチャンスが得られたということです。じゃがじゃん、湯沢町公民館。ここで町民優待リフト券の申請をしましょう。ヘベゴ。あ、1年生と3年生です。はい。免許証とかね。ああ、なるほどね。はい。じゃあその時にまた参ります。はい。はい、ありがとうございました。お願いします。よろしくお願いします。あ、いろいろある。見て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 。あ、フリースタイルジュニアチーム。うん。申し込み締め切り12月20日。よかった。いいの見つけた、いいの見つけた。ハーフパイプ、スロープスタイル、ビッグエア、アクロバットのスノースポーツ。やったー。今日受け付けてくんないのかな。じゃあ今日申し込みできるじゃん。ここ行かないとだ。湯沢カルチャーセンター。あら、またここも素敵な建物ですね。あ、それありましたか。はい、見たんで見つけたので。これで大丈夫ですか。はい。今これからだっけフリースタイルスキーのね、小鳥さん、はい、あなたはここに参加します。デレンフリースタイルジュニアチーム。今年の目標の一つは何でしたっけ。板まっすぐにするやつ。それとジャンプ、ジャンプ、キッカー、キッカー飛べるようになるって言ったじゃないですか、うん、まさにそれを練習するスキーチームです。フリースタイルジュニアチーム、やばいんじゃない。これ飛べるんじゃない。ガッチリ。しかもあなた、その他にハーフパイプ、スロープスタイル、ビッグエアなどが学べるそうです。うちの子供たちは飛びます。やった。このチームに、今入会しましたので、今年ね、いっぱいレッスンを受けられます。これどこでやるの？中里。イエーイ。やばいぜ。湯沢町の NPO 法人、ユースポという団体が、いろんなのやってます。ストレッチ、フラダンス、ヒップホップ、ヨガ、ブートキャンプ、ヤイドー太極拳。などなど、そのスポーツに関連する様々な教室をね、町民向けにリーズナブルに、提供してくれる NPO 法人です。ユースポ。フリースタイル教えてくれるってさ、これね、湯沢町のなんだろう、ポスターだね。広告用のポスターですけど、すごくね、写真がいいし、デザインも非常に秀逸だと私は思います。こういうところがあるんですね。みんな知らないこと多いでしょ、湯沢町。俺なんか全然知らない。冬しか来たことねえもん。家族で移り住んで2度目の冬、東京の子育てにはもう戻れません。ディリー、やばい、刺さった。さあ、ついにこの12月の末からですね、新潟県の湯沢町というところで生活が始まります。ワクワク8割、ドキドキ2割。なんせ自分の人生でも2拠点目を持つというのは初めての体験、初めての経験なので、一体どうなることかは全く想像もつきませんが、楽しいことばかりありますように、それだけを信じて楽しみたいと思います。人生楽しいなもんガチ。やっほー。誰かが車内でおならをしたため、ただいま空気の循環を行っております。